フランス農業、農産物加工業、林業省、フランス食品振興会主催のアペリティフ365 in 東京が5月30日から6月1日まで東京代官山ヒルサイドテラスで行われました。アペリティフは食前に軽い食事とお酒を飲みながらひとときを楽しむフランスの風習で、ユネスコの無形文化遺産にも登録されています。今年は第11回目の開催となり、世界10カ国21都市、ここ日本では東京をはじめ仙台、埼玉、名古屋、京都など全国12都市で開催されました。オープニングのこの日は俳優の市村正親さん、タレントの中村アンさんがアペリティフ親善大使2014に任命され、認定書が手渡されました。私はよく公演の終わった後にですね、俳優仲間、音楽仲間を連れて、美味しいワインを飲みながら食事を取りに行きます。芝居の神様はバッカス。バッカスの好きなのがこのワイン。私も芝居が好きなと同時に、ワインも大好きで、お客様がお芝居を見た後に、ああ今日はいい芝居見たな、これならば美味しいワインと食事が取れるな、そんなふうに思えるようなアペリティフな俳優に、なっていきたいなと思っています。白ワインが特に大好きで、仕事が終わった後とか、それと一緒に生ハムとかチーズを一緒に食べたり、週末にホームパーティーというか仲のいい友達のお家に持って行ったりして楽しんでます。フランスはすごく憧れの街でもありますので、これからの人生の中でもたくさん行けたらいいなと思います。今日はありがとうございます。オープニングにはクリスチャン・マセ駐日フランス大使も応援に駆けつけ、今までは1日の開催でしたが、今年はフランス人の大好きな町代官山で3日間連続で行うことになりました。フランスの食文化の象徴であるアペリティフの日を楽しんでくださいと挨拶、会場は盛り上がりを見せました。フランス食品振興会日本代表シャルル・ジェランさんにお聞きしました。軽く食べて軽く飲んで、ただそれは一人ぼちじゃなくて、友達とか親友とか、もしくは仕事の関係者と集まって軽く気持ちよく飲んで、で食欲をちょっと刺激してから、その次はレストランとかディナーとかランチに行きますね。3日間をかけて行うというのと、場所もこの地域全部で行いますので、おそらく前年よりも来ていただく方々は結構大勢かと思います。アペロサンテー、アラボンヴォトル。アペリティフ365 in 東京メイン会場のヒルサイドテラスには、エスプリドビゴ、タテルヨシノ、レストランパッションなど35余りのブースが出展され、フランス産牛肉、フランス産フォアグラなどを食材としたアミューズブッシュからデザートまで幅広い料理が並び、来場者はワイングラスを片手に楽しいひとときを過ごしていました。今年はワインセミナー、オリジナルレシピコンテストのほか、スタンプラリーなども行われ、3日間で2万5000人が訪れる盛況となりました。